戦時中はどこでどこにいらっしゃってどんなことをしていらっしゃいましたか？戦争中は長崎県の佐世保市ってところに住んでました。佐世保市は私の先祖からの土地でして、で祖父も海軍の軍人でしたし、父も海軍の軍人でしたし、戦争に勝つとは思ってませんでしたけれども、というのも父がどうもこれは大変なようだっていうことを時々口にしてましたので、で父は同居してませんで、東京の海軍省に勤めておりました。で祖父は海軍を辞めてから銀行に勤めておりましたので、で毎日決まった時間に、だいたいもう10時頃から出かけて行って4時前には帰ってくるっていうような感じでしたし、で空襲は絶対にないっていうようなことをしょっちゅう言ってました。でここは大丈夫だと、山の上だから大丈夫だと。でも近所から聞こえてくる声っていうのは、なんかこの辺りに空襲で全部家を焼き払って、そこに米軍の住宅を建てるっていうようなことを学校の帰りにどの友達が話したのか知りませんけど、小耳に挟んで母に言いましたらば、母が、おじいちゃまは絶対ここを動くってことはないからしょうがないのよ、たとえ空襲になっても山だから大丈夫でしょって言っておりましたら、昭和20年の6月29日に空襲がありまして、でその時たまたま父が東京の海軍省から転勤になりまして、駆逐艦の司令になることになったんですね。駆逐隊司令に。それで休暇をちょっと利用してその晩帰ってきたんです。6月28日の夕方うちに帰ってみたらば父がいるのでびっくりしました。でその6月28日がちょうど女学校の2年生の身体検査が、で翌日ぐらいから動員に行かされるんだっていうんで、それで私はどういうわけか心臓がちょっとおかしいんじゃないかって言われて、その心臓がおかしいって、体がちょっとおかしいって言われることが大変不名誉な感じがいたしまして、うちに帰って父にこんなこと言われちゃったんだけどって、明日再検査なのよって話しましたらば、父が、軍医はそういうことを言うんだよって、お前の体ってそんなチャチにはできとらんっていうふうなことを言いまして、ああよかったと思って、じゃあなんとかなるわねなんて言って、夜寝たらしばらくしてダダダダダッと2階から父が降りてきて、空襲だ危ないってすぐ出ろって言ったんですね。何も空襲警報も鳴らないし、何にもならないんですけど、ハワイの戦争にも出かけておりましたので、米軍の飛行機の音にかなり精通してたんじゃないかと思います。そのうちパラ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 っと雨のような音がして、それが油だったらしくって、その後大きな焼夷弾の親玉が上から落ちてきて、うちのちょうど真上あたりでいくつもに分かれたっていうのを、その丘の上に住んでた私たちは見てませんけれども、丘の下からなんとか山の方に逃げようとしてうちの辺りまで登ってきた人たちはそれを見たっていうんですね。でうちには防空壕が2つありまして、芝生のとこにあった防空壕は土を掘った防空壕で、それから家の裏手の方に横穴防空壕っていうのを掘ってありまして、そこがいいんじゃないかって言うんでみんな入ったんですけれども、父がそこも危ないってお前たち出ろって言いまして、慌てて母が先頭に、そしてその後弟たちが2人出て、私とそしてその頃女中さんがいたんですけど、女中さんまで出た
その後にその防空壕の入り口にまた焼夷弾が落ちて、それで父と兄とそれからその頃祖父がおりましたけど、祖父は出られなくなりまして、で私たちは母につら、あのつながって母の逃げた方向に行きました。だ母は 2,3 日前に海軍 の、 あの兵隊さんが隣の社宅に来て、社宅のお庭を掘って、社宅の前の道路でしょうね、道路を掘って、その自分たちの手ではとても掘れないほど深く兵隊さんが掘っていったと、その防空壕なら大丈夫じゃないかなと見てたらしいんですね。私はそういう防空壕がそこにあるって知りませんでしたけれども、母 の後を追っかけて、だか私が靴が脱げたんですね。慌ててこう振り向いて靴を拾おうとしたら、もう靴には焼夷弾が落ちててどうにもならないって感じで、それで片方は靴履き、片方は裸足のままその防空壕に入りまして、それからが大変だったんですね。もうたくさんの人入りましたけど、でもだん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 息苦しくなってきて、そのうちもあんまり息苦しいから私が外にちょっと覗こうとしたんですね。そしたらまあ熱風でバーッと着てたものから何から全部剥がれる感じのすごい熱風が来まして、顔から腕から全部やけどだらけになりまして、その時は痛くもなんともなく、翌朝そこから出てみたらたくさんの方が亡くなってて、私はだんだん目が見えなくなってきて、目が見えなくなったっていうのはそのやけどが膨らんできて、だんだん膨らんできて目が開かないほど膨らんだというだけで、目玉をやられてたわけでも何でもないんですけれども、で父と兄とその祖父はちょうど脳梗塞を起こしてた、父あの祖父が結局あの燃え盛る中を逃げるのに、あの敷布団を防火用水にどんぷりつけて、それであの片っぽ燃えてる炎を避けながらまた別の山の方に逃げたらしいんですね。翌日父が一生懸命やって母の死体を探したらしいんです。隣のあのお寺さんに死体がいっぱい並べられてるところを、おいってあの水色の洋服を着たやつだぞって言って、まあ一生懸命探したらしいんですけど、いなくって、そしたら何のそのうちの隣の敷地の中に、あの社宅の敷地の中にあった防空壕からのそのそ出てきて、で結局父がたまたまその時帰ってたから、うちの家族は全部助かりましたけど、防空壕の中にはもういっぱい亡くなった方がいてね、出て這い出してきたのはうちと何人かだけだったんですよね。まあそんな感じで、そこからが終戦まではもう母の田舎の方に越しまして、そうこうしているうちに終戦になってしまったんです。父はその後すぐあのまた呉の方の自分のお船が停泊している方に出て行ってしまったんですけれども、なんだか戦争っていうのは私には何ですか、もう昭和20年の空襲の前までは大したことも何にもなく、ただ食料がなくって、それで闇をしちゃいけないっていうおじいさんの教えの通りに闇を一切しないで何とか食いつないでいくっていうのがまあ大変で大変で、時々うちにいた女中さんが平戸の人だったもんですから、平戸の実家の方に帰って少しお米と海産物を抱えて帰ってきてくれて、それで食いつないでたような感じですね。まああの新鮮なお魚も配給ではあんまりありませんでね、何ですか、母がよくあのなんてスケソダラの配給をもらっちゃ嘆いておりました。スケソダラっていうのはあちらのあの寒い方のところで取れるんですよね。九州じゃないから延々と来たお魚っていうのは、新鮮なお魚を食べてる人にはちょっと食べづらいものでしたね。
まあ後から終戦の後に私は2ヶ月3ヶ月かかってやっと火傷を治して、それで学校に出てみましたらば、その空襲で同級生が何人か亡くなってたんですよ。皆さん防空壕の中で窒息死だとか焼け死にとかって、むごいことでございました。ありがとうございます。先ほどお見せした新聞には難しい漢語の敬語が天皇陛下に使われていたり、一番右上に大臣の右上に写真を掲載するという決まりがあったり、いろんな決まりがあったんですけれども、戦後は言葉の上での民主化ということを推し進めるために簡素化されてきまして、でその天皇誕生日の新聞記事なんかももう社会面の下の方とかになったりしてきております。でもイギリスのチャールズ皇太子なんかが日本に来るときに、新聞はチャールズ皇太子は皇太子様はチャールズ皇太子に会われたというふうに、日本の皇太子にだけ様をつけて、チャールズ皇太子にはただ皇太子というふうに呼び捨てみたいにしてまして、そういう日本の皇室だけ敬語をつけることに対して海外のマスメディアから批判の声も上がってるんですけれども、そういう批判についてどう思われますか？皇太子に様付けるのがおかしいんで、天皇陛下って言ったら陛下がもう敬語みたいなもので、皇太子も敬語みたいなものだと思いますから、皇太子様がっていうのも変な感じがしますね。皇太子がチャールズ皇太子に会われたでいいんじゃないでしょうかね。何か私最近ね、これはっきり今の話ははっきりよく分かってるわけではないんですけれども、メディアの方たちが間違った言葉を使ってらっしゃるなっていうのはしょっちゅうしょっちゅう感じますね。おかしいわ、あれ敬語の使い方違ってじゃなかったって主人としょっちゅうそんなこと言ってますけど、使い方ではまだ例えば普通目上の大人が子供には敬語は使わないんですけれども、天皇家の赤ちゃんにだけ愛子様はお泣きになったみたいに様を赤ちゃんでもつけてるんです、うん、で例えばそれは天皇家だからと思ってても赤ちゃんなんですよ。それで例えば同じ記事、同じ新聞の面にそういう様がついてる赤ちゃんの記事があって、普通の赤ちゃんの記事がもしあったとしたらそこには様とかついてないわけですね。でそういう差をつけている様、赤ちゃんにも様をつけているこの敬語使い、マスメディアの敬語使いはどう思われますか？愛子様は愛子様で、お生まれになったところが天皇陛下のご家族ですから、普通の一般の人とはちょっと違っていいんじゃないかと思います。赤ちゃんだからとか年上だからとかっていう、赤ちゃんだからってこともないんじゃないでしょうかね、愛子様に対しては。はい、ありがとうございます。それでは、雅子さんのお父さんの小和田さんが雑誌のインタビューに答えて自分の娘に会ったということを言うときに、妃殿下には先月お目にかかりましたというふうに敬語を使って答えます。この敬語使いに違和感とかお持ちになりますか？いいえ、持ちません。それはっていうのは、皇太子妃におなりになったんですから、もう自分の娘ではあるけれども、皇太子妃に差し出した方はもうそこできっぱりとけじめをつけるべきだと私は思ってます。はい、ありがとうございました。それでは最後に、このことはぜひ言っておきたいということがありましたらぜひお話しください。何でもいいです。もう別にありませんけれども、私たちは女学校の時に
薙刀だとかって人を殺すことだとかいろんな武道そんなことにばっかり力を注いで大した勉強をさせていただけなかった、自分でしなかったっていう面もあるかもしれませんけど、もう学校では体を鍛えることとどういうふうにして生きていくかと、どういうふうにというのはその自分を律して生きどのように律して生きていくかというそういうことばっかりに力を注いで何の勉強もしなかったんですね。残念だったっていう気はしますけれども、その時におかしくても笑わないと、悲しくても泣かないっていうふうな教育を受けました。私たち何ですか、あんまり自分の感じたことを率直に表現してはいけないと、それから悲しくても泣かないっていうのはやっぱり自分の子供をお国に捧げたりなんかした方が戦死したりなんかそういう感じの時にも皆さんお母様方は泣かないで神では泣いてらしたと思いますけどね。でもそういう身の律し方っていうのかしら、大切なんじゃないかなって近頃の若い方があまりにも自分本位に生きてらっしゃるのを見ると時々思います。昔が間違ってたことはたくさん間違ってたと思いますけども、全部が間違ってたんではないっていう気がします。ありがとうございました。